はい、本日はですねこちらナンガのオーロラダウンジャケットを紹介していきたいなというふうに思います。でですね、こちらがですね先日の動画で買い物行きましたみたいなで、ナンガっていうお店でなんかたまたま行ったらダウンジャケットがいいのあったんで買いましたみたいな動画出したと思うんですよ。でその時に購入したのがこちらのダウンジャケットっていうことになっているので、これはですね今この動画見ていただいている方の中でもなんかダウンジャケット買おうと思ってるけど、なんかダウンジャケットってものによってはなんかもうペタペタのやつとかもあったりするじゃないですか。でどれ選んでいいかわからんねんなとか、なんか毎年ダウン何買っていいかわからんし、そんな安い買い物じゃないから迷ってんねんなみたいな方なんかには結構おすすめかなという感じでは個人的には思ってるんですけども、ただですねちょっとこの辺も微妙やなみたいなのも若干あったりするんですよね。なのでそういうところをお話していこうかなというふうに思いますので、ダウンの質自体はこれめちゃくちゃいいので、ほんまにこのダウンの質求めている方にはもうなんていうんですか、ドストライク中のドストライクやと思うんですけど、ちょっと他微妙やなっていう感じの順番に話していくんですが、今日の流れとしてはですね、まず細かいディテール、ポケットの形とか、オープンザウィンドウした時、感じとか見てもらったり、ポケットとか見てもらったりっていうところを見て、さらに特徴ですね、特徴を言っていくっていう流れになるんですけど、これはもうほんまにダウンが特徴的なんで、それをちょっと、メインで喋るんですけど、そんな感じでいって、次はデメリットですね。ここはちょっとでも言うて微妙なんですよねみたいな感じにして、で最後はおすすめの人でサイズ感という順番ではいきたいんですけども、もしこだわりのない方はちょっと安くするんやったらこういう買い方の方が安いですよみたいな話もしていきたいなというふうに思いますので、順番にいきたいなと思います。まずはですね、ディティールからいきたいなというふうに思うんですけど、ディティールパッて前見てまいりましょうか。この胸のところに左向け胸の、 ちょうど心臓がある部分にポケットが1箇所ありますよということになってて、ポケット1箇所ヒュッて開けてもらったら、特に別にこれは普通のポケットですね。サイズとしてはどれぐらいかな、スマホとかは全然楽勝で入るし、なんやったらこういったテレビのリモコンも入るぐらいの大きさなんで、長財布とかは全然入るでしょうねっていうような大きさになってるっていうのがまず左胸のポケットでしょ。ほんで次ハンドオーバーポケット、この脇のところのポケットっていうのがこれちょっと変わってるんですよね。これ何が変わってるかっていうと、なぜか知らんけどジップ2個あるんですよ。ジップ2個ある、ないよりあった方がいいっしょみたいな感じでちょっと思うじゃないですか。でもこれ騙されんようにようやく気づいてほしいんですけど、ポケットって多分普通なんていうんですかね、ジップを上に上げるじゃないですか、閉めるときってヒュッて、で開けるときって下にやるじゃないですか。僕らってどうしてもこの感覚普通やから、ジップがね2個あったら困惑するんですよ。僕もパッて先持っとって、でこうジップ上上げたりしたら閉まった感じするじゃないですか。でも開いてるんですよ。これどっちやったっけなみたいな、ちょっとこう一瞬なんかちょっと脳が麻痺する感覚になるんですよね。だからこれ結構僕としてはちょっとややこしいんですけど、一応こういう2つあるということになってるので、人によってはこれはいいよっていう人もいてるとは思うんですけど、こういった、ジップがあるということになってて、ジップに関してはもう全部ですね、この前の左胸のポケットも、この両脇のポケットも、一番ど真ん中の真ん中のポケットも、ポケットじゃないわ、ジップも全部止水ジップって言って、もう水が入らないようなジップを採用してるというのが特徴ですかね。で次裏面見てもらったら、裏面は特に、特に何もないです、あるかなと思ったけどなかったです、ということになってて、で、前のジップをガバーッと開けてもらっても、特にこれっていった感じはないんですけども、ナンガって入ってあって、ジャパン表記、 US 表記とかヨーロッパ表記とかはあるんですけど、日本のブランドなんでね、ジャパンが一番上に来てるということと、で、これ裏地がですねリップストップナイロンじゃないんですよね。これが人によってはリップストップじゃないんやみたいな、表生地はリップストップやけど裏ちゃうんかっていう人もいてれば、リップストップナイロン知らんわどうでもいいわっていう人もいてると思うので、これはさらっと割らしたいんですけど、一応裏地は、普通のナイロンということになってます。以上が、簡単なディティールかなと思うんですが、次特徴いきましょうか。特徴がですね、もうこのナンガのダウンジャケットの何が一番特徴なんて言ったら、もうこれもう一つなんですよね。何かっていうと、いっぱいありますけど特徴はまだあるんですけど、もうこれっていうことなんですけど、この左下に出てますよね、もうダウンの筆質が高品質っていう、もうこれに尽きると思うんですよ。で、よく持ち屋とかって言ったりするんじゃないですか。ほな皆さん、例えばいちごのショートケーキ乗ってるのどこで買いますかって言ったら、多分多くの方がケーキ屋さんで買うと思うんですよね。でそれ以外にもチョコの、ティラミスとか、じゃあどこで買うんですかって言ったら、じゃあケーキ屋さんで買いますと。でそれ以外にあとロールケーキ、じゃあどこで買うんですかって言ったら、ケーキ屋さんで買いますっていうことになってくると思うので、多分その専門のところで買うと思うんですよ。でちなみに僕の親はですねケーキ屋やってるので、気になる方は行ってもらったらいいかなと思うんですけど、まだ動画では1回も店の名前言ったことないので知らない方が多いと思いますが、そういうことになってるので、何の話かというとですね、これダウンの専門の言うたら会社なんですよね。でこのナンガっていうのが、結構ご存知の方も多いと思うんですけど、それこそ寝袋とか、もともと寝具のメーカーやって、その布団
羽毛布団とかのメーカーが次は寝袋になって、でその次に洋服になってるっていうことになってるので、本当にもう言うたら従来ずっとダウンの、この中の綿を扱ってきたような会社になってるので、もう質がめちゃくちゃ高いんですよ。でもどれぐらい高いんって言ったら、僕もいろいろ結構ダウンジャケット持ってるんですけど、その中でもほんまトップ3トップ2争うレベルぐらいにダウンの質が良くて、でダウンの質がいいっていうのは何かというと、やっぱりそれだけ軽くて暖かいんですよね。まあ、よくですね、この軽さとか暖かさをフィルパワーとかって言ったりするんですけど、まあ、フィルパワーって何かって言ったら、まあ、分かりやすく言ったら戦闘能力みたいなもんですよね。だからその数値が高ければ高いほど、まあ、戦闘能力が高いということになって、最近ドラゴンボールの話をよくするので、どうしても戦闘能力なんか言っちゃうんですけども、まあ、その数値がですね、だいたいユニクロとかでも結構高品質って言われてると思うんですよ。でそれでも625とかなんですよね。で625って言ったら、まあ、大体どれぐらいですかね、スーパーサイジンって2ぐらいになるんですかね。まあまあ強いっていう感じで、もう600超えたらいいって言われてるんですよ。でまあ逆に600以下だから500台とか400とかってなってくると、ちょっとどうかなみたいな感じで、多分そこまで行くと数値出さないんですよね。400何ぼのフィルパー使ってますとか500何ぼ使ってますって多分言わないんですよ。でまあ600超え出したぐらいから、625和紙使ってるんですせとか650和紙使ってるんですせみたいに言うんですけど、まあそれ600超えたらいいって言われてる中で、これが今760やったかなぐらいあるんですよ。まあそうですね、760フィルパーってことなんで、まあ600超えたら品質が高いで、700超えるとだいぶ高品質になってきて、もう800超えるともうなんていうんですかね、もうこの世の中でもスーパートップクラスみたいになってくるんですよ。でまあもちろん800も900も1000もあったりするんですけど、もうそこまで行くとほんま宇宙レベルなんですよね。まあなので、その一般的に出回ってるダウンの中でも700超えてくると、まあちょっとかなり品質高いなって、だいぶこだわってるブランドなんやなって思わされるぐらいの、まあダウンを使ってるっていうのが、もうこのダウンジャケットの一番の特徴なんですよね。でですね、まあもちろんフィルパワーだけでこう結構なんていうんですか、表現されがちなんですけど、実はダウンってフィルパワーも大事なんですけど、それだけじゃなくて、そのダウンってもう言うたら生き物、水鳥のこの綿じゃないですか。だからどうしてもこうダニが入ってたりとか、こうちょっとこうカビがあったりとかするっていう、どうしても菌があったりするので、こうやっぱり着るものってちょっと穴開いたりしたらダウンが口に入ったりする可能性はあるじゃないですか。だったらやっぱカビがあったり菌があったりするものって良くないっていうことで、ダウンを洗浄する工場にもこだわりがあるんですよね。まあそこまで行くとだいぶマニアックな話になるんですけど、まあそれがノースフェイス方も同じような工場で使ってて、それが三重県にあるんですけど、川田フェザーって、でそこの工場でしっかり綺麗にしてるので、安心できる洗浄の会社に任せてたりもするということになっているので、まあ、そういったダウンの質っていうのがもう何よりのこだわりになっているので、このナンガのオーロラダウンジャケットを語る上では、まあ、フィルパーもそうやけど、ダウンの洗浄のこだわりとかっていうところも、まあ、大事な部分になってくるということになっているので、まあ、ダウンの質が高いっていうのが一つかなと思います。で次の特徴がですね、ダウンの質が高いことによってどうなるかというと、めちゃくちゃ軽いんですよね。で大体重さがですね 670g ぐらいかなんかってことやったんで、670ってですね、まあ、どれぐらいなんかっていうと、まあ、男性やったら分かってくれると思うんですけど、毎週月曜日に発売される楽しみにしてる方も多いと思いますし、まあ、地域によってはですね、土日がこう挟んだりとか祝日が挟むとこう土曜日に回されたりすることもあると思うんですけど、週刊少年ジャンプがですね、発売されてると思うんですけど、週刊少年ジャンプと同じ重さぐらい、もしくは週刊少年ジャンプが 700g って言われてるので、ジャンプより軽いんですよ。でまあ、もっと細かく言うとですね、ジャンプもですね、その連載するページの枚数によってちょっと若干は変わってくるんですけども、ジャンプの重さより軽いんかというと、結構まあ片手でもちろん持てるものはそうなんですけども、まあ、軽さが結構分かっていただけるんじゃないかなということになってて、まあ、軽いっていうのはまあ冬場結構大事じゃないですか。肩凝ってきたりすると思うので、でまあ僕はあんま肩凝らないんですけど、肩凝る方とかには結構大事だと思うので、まあ、まず軽量であるということになってて、で次がですね、これ防水透湿性があるということで、これ僕個人的にはちょっとサブ的な機能というか、そんなに僕としては防水透湿を求めてはないんですけど、っていうのもまあなんでかというとですね、まあ、防水透湿っていうとやっぱり水に濡れないで、水を浸透しないっていうところはこうやってかけても水が浸透しないっていうのはいいところであるんですけども、これ以前ですね、買い物動画出してる時にコメント視聴者の方が来てて、あ、めちゃくちゃいい質問やなと思ったのが、これゴアテックスどっちが優秀なんですかみたいな質問があったんですね。でまあそれってまあもちろんこれ分かってはる方からしたら、いやそんな一瞬で分かるやんっていうことやと思うんですけど、まあ、これに関してはですね、加工してるんですね。防水の加工をしてるので、ってことは加工が剥がれちゃうと防水の性能は落ちちゃう、もしくはなくなっちゃうということになっているので、このナンガのオーロラテックスっていう生地が一応防水生地ですって歌ってはいてるんですけど、防水の加工してますって歌ってはいてるんですけど、その経年劣化とともに防水の加工というのがまあ剥げちゃうんですよね。まあなのでこの辺に関してはもうずっと買っ
ってからもうずっと防水でっせっていうことじゃなくて、いつかは防水がなくなっちゃう。でまあその時になったら、まあ本社とかに送ったり、店員さん、あの店舗持って行ったりとかしたら修理とか、あの加工もう一回かけてくれたりするみたいなんですけど、あくまでゴアテックスはもう買ってからずっと防水が続くじゃないですか。でそれ考えると、ゴアテックスの方に関してはもう生地が防水なんですけど、こっちの方に関しては防水の加工をしてるだけなんで、取れちゃうと、濡れちゃうよっていうことになってますので、まあ、そこは、サブ的な感じ、一応防水でもあるし透湿性もあるけども、まあ、そんなめちゃくちゃ防水の環境が大事やったらちょっと違うジャケットの方が個人的にはいいんちゃうかなというふうに思いますね。で次がですね、まあ、あの修理ってことなんですけど、これもノースフェース、パタゴニアとかモンベルとか結構いろんなブランドであると思うんですけど、まあ、このなんかも一応修理はあるみたいなんで、まあ、店舗とか、直営店とか店舗とか、まあ、それか本社とかに出ましたりしたらいいんかな、わからないですけど、まあ、それで修理とかも受け付けてくれたりするらしいので、ただし有償で修理するってことやったんで、まあ、そういった対応もできるということで、まあ、穴が開いたら修理もしてくれるし、防水の加工が落ちたら修理もしてくれるっていうのがまあ特徴になってるのかなと思うので、まあ、僕は個人的にやっぱりダウンの質っていうのがこのナンガで一番の質やとは思うので、まあ、その辺が特徴かなというふうに思います。で次がですね、デメリット、どういうとこがデメリットになってくるのかというとですね、やっぱりですね、防水と言ってる割には永続性はないんですよね。でまあこれはナンガに限らずノースフェイスでもよくハイベントっていう生地があるんですけど、そのハイベントも全く同じなんですよ。加工してるだけやから剥がれたら全然意味なくなったりとかするので、僕あんまりそういう加工系の防水生地ってあんまり好きじゃなかったりするので、そういうところが個人的にはデメリットかなというふうに思いますので、どうしてもこう防水って聞いちゃうと、あ、もうな、買ってずっと雨降っても大丈夫やと思ってたら知らん間にどんどん染みてきたりするから、まあ、それはちょっとどうなんかなというところで、別にこのダウンジャケットには防水生地必要ないんちゃうかなと思ってて、まあ多分防水生地が必要な方って多分それ用のゴアテックスとか多分買い張ると思うんですよね。って考えると、まあこれには別に防水生地つけんと、もっと値段下げた方が多分需要高いんちゃうかなって個人的には思ったりするんですけど、まあそういった防水性が永続的じゃないっていうことになってたりだとか、あとはですね、生地なんですよね。僕ほんまに家にダウンジャケットっていうのが今10着ぐらいあるんですけど、それパッて見ててもですね、やっぱり生地感っていうのがもうちょっとこうなんていうんですかね、もうちょっとこうなんとかできんかったかなみたいな、まあ、もうちょっとですね、個人的にはマットな質感っていうのが好きなんで、こういかにもナイロンのちょっとテカテカした感じがあるっていうのが、まあ、ファッションブランドじゃないところなんで仕方ないかなとは思うんですけど、まあ、その辺が僕個人的には防水じゃないっていうのと、ナイロンの質っていうのが、まあ、デメリットかなというふうに思います。でですね、じゃあ次おすすめの人が誰なんかというとですね、まあ、おすすめの人はですね、やっぱ本物志向の方はいいんかなというふうに思ってて、まあ、それこそ冒頭で言ったみたいに、まあ、今ユニクロ着てますと、で、まあ、今例えばこうファストファッションのダウン着てますと、で次ちょっといいダウン買いたいなみたいな、やけどダウンジャケットって同じ3万円でもなんかペタペタのダウンのもあればめっちゃふっくらしてるやつもあるし、どれがいいかわからんっていう方なんかには、もうとりあえずこれ買っとけばダウンの質としては間違いないので、まあ、そういう方なんかにはもうステップアップの一つとしていいと思いますし、あと有名アウトドアブランドから出してる6万7万するダウンジャケットと比較してもダウンの質は圧倒的にこっちの方が高いんですよね。だから本物志向の方、本物のダウンを味わいたいとか、本物の保温性を味わいたいとかっていう方には、こういうダウンジャケットの方が、まあ、値段の割には質がいいんかなというふうに思います。で、まあ全工程を日本で行っているので、メイドインジャパンで、まあ、4万円ぐらいで買えるみたいな感じになってくると、まあまあ質としてはいいんちゃうかなというふうに思いますし、なおかつですね、もっとさらに安く買いたいという方はですね、昨年モデルとかが楽天とかに出てるんですよね。で、まあ、セレクトショップとかが去年売れへんかった分をセールとかにかけたりしてて、去年暖冬やったじゃないですか。だからその余ってるみたいなんで、それで買えば普通に3万円以下だから1万5000円引きぐらいで買えたりできるんですよ。なのでこう最新のモデル欲しいわけじゃなくて、ダウンの質を感じたいっていう方は、去年と別にダウンの質ってそんな変わってないので、まあ、そういうのでもありかなというふうに思うんですけど、より最新のものがいいっていう方は、まあ、今年モデルでいいとは思うんですけど、まあ、そういった感じになってると思うので、一応動画説明欄の下側にリンクを貼ってるので、それ見ていただければ去年のモデルもあるし今年のモデルもあるということになってます。で、まあ、さらにですね、このオーロラダウンジャケットよりもう一個上のランクがいいということになってくると、まあ、このナンガから出てる最新のモデルでオーロラライトってやつがあるんですね。で、それはその以前 Vlog 出した時も着用してたんですけど、もうそれに関してはちょっともうレベルが違うんですよね。もうレベチなんですよ。まあ、ドラゴンボールでいうところのこれを精神と時の部屋に持って行って、ほんでパワーアップして帰ってきたのがオーロラライトみたいな感じになってるんですよ。もうだからね、僕遠目で見たらもうスーパーサイズの木バチ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 って言ってるのが見えるぐらいこうレベルアップしてきてるなっていうのが分かるんですよね。だからまあちょっと寒い地域の方とか、ちょっと寒がりな方とか、もっとこれよりダウンの質を感じたいっていう方なんかはオーロラライトダウンジャケットっていうのがまあいいかなというふうに思うので、まあそれは気になる方は動画説明欄にその Vlog のやつも買ってるので、着用してる様子っていうのがあるので、それを見てもらったらいいとは思うんですけども、まあそういった、
寒い方とか寒い地域の方はそれがいいと思うんですけど、まあ、そうじゃない限りはこれでもいいかなというふうには思いますね。まあ、ただ一つ言っとくと、そのオーロラライト、すごい方、精神と時の部屋から上がってきたやつに関しては、もうそれ来ちゃうとね、こっちに戻れないんですよ。だからそれはあくまで覚悟持って、買う覚悟持った上で来た方が多分いいと思うんですよね。ちょっとだいぶ質が違うので、もうグレードがだいぶ上がってるんですよ。だからそれを来ちゃうと、もうちょっと離れられへんくなると思うので、値段もね、これが4万円の税、消費税プラスって感じなんですけど、そのオーロラライトは7万ぐらい確かしたと思うので、3万ぐらい高いので、まあ、これ2着買えるぐらいの近くぐらいまであったりするので、まあ、そんな感じになってるということになっております。ということで、まあ、最後はですね、あのサイズを見てもらうんですが、サイズが178-65kg で、L サイズを着用してるんですけど、最後注意点みたいなのがあって、なんかのホームページの方にもあったんですけど、なんかダウンジャケットを洗ってくださいっていう風に書いてあって、ダウンって基本的に洗ったらあかんって思われがちな方も結構多いと思うんですけど、ダウンジャケットってむしろ洗った方がいいんですよね。どうしても空気中の水分とか含んでペチャンコになっていくので、まあ、それを洗っていったらいいんですよみたいな感じで、こうネットに入れて洗濯機で回すみたいな書いてあったりはするんですけど、まあ、それがもし心配な方は、僕手洗いの動画って出してるので、それ見てもらったら洗い方っていうのは分かるんですけど、まあ、とにかく何の洗濯ほったらかしにするよりかは、洗っていった方がよりダウンの質が高い状態で着れると思うので、まあ、そんな感じになってるということになってますね。ということになってるので、まあ、本日はですね、オーロラダウンジャケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。What happened? Guess we weren't meant to be.